ロックの日の6月9日木曜日朝5時58分の日本海は筋のようなうねりのみですが、うねりとうねりの間隔がしっかり空いていて良質なうねりではありますね。こちらも筋のようなうねりのみですね。シャーブレイク、風はほとんどありません。気温は15度ぐらいですね。ウィンドブレーカー着てきて正解でした。ここに立つとオフショア、今オフショアが吹き始めました。かすかなオフショアって言おうかなと思ったんですけど、かすかなというよりはややしっかりしたオフショアが今吹きましたが、それほど強くないですね。こちらには本当いい感じのうねりが入るんですけどね、伸びて伸びてショアブレイクですね。今日終日どうですかね。ショアブレイクですね。